京コンビであります。さあそれを切り返しました。今度はキムドク、荒っぽいファイト、ラッシャー木村が出ました。キムドクと両選手ともラッファイトが得意であります。さあキムドク組なかなかタッチワークがいいです。さあ今度はクロスチョップは第26代のインターナショナルタッグチャンピオンであります大木キムドク。さあ大木の原爆のディスケが出ました。さあそしておっとスモールパッケージに行ったぞがあります。ラッシャー木村金網デスマッチの鬼と言われております。さあパイルドライバー決まった。パイルドライバーが入りましたという感じもしますね。そうですね。さあ今度は草津が大きい太郎にコブラツイスト、コブラツイストいきます。大きい両者アウトであります。両